一般教養パワーアップ動画第11回理科のの講講義を始めまますす師の菊本と申しますこの講義ではテキストの18ページから19ページの物質の構造と原子の構造の解いておきたい過去の両問を解説します。問題を解いてからご覧ください。じゃあ、えー、とまず初めにですね四角一番からやっていきたいと思います。ただまず全体を見てもらうとまず物質の分類そもそもじゃあ 物質がどういういいに分けられているか、そこを見ていきます。それ以外にも出題としてはこの物質の分類として、まあ、こういうものが挙げられますけどそれ以外に単体がじゃあ同素体というのがあってそれぞれどういうふうになっているかまたは問題の5番や6番を見てもらうと5番では溶液質量パーセント濃度やモル濃度の計算も出題されます。 それと6番を見ていただくとアンモニアの発生方法の問題があります。というわけで、機体がどのようにして生成するかまたその機体をどういうふうに集めるかというところが入試で問われます。まずこの1番に関して説明をしていきます。1番に行く前に、まず物質というのはこのように分かれています。1つ目が純物質か混合物かという割合です。ここに関しては純物質は 1一種類の物質からなる一種類しかないんですね。でその内訳として単体化化合物があり単体というと今度は1種類の元素からなる物質のことを言います。例えば例を挙げると水素これは H1 個 H2 で分子を構成しています。一方の酸素は OO だけですねで O2 というふうに構成されています。そして金属 ナトリウムだとか鉄、カルシウムが金属に入っていて例えば鉄というのは FE だけで分子、原子が構成されています続いて化合物はというと2種類以上の元素からなっています例えば水であれば H と O アンモニアであれば N と H、NH3 ですね 純物質以外には混合物があって混合物というと今度は2種類以上のの物質からなるもの注意してほしいのは塩酸っていうと塩化水素 HCl なんだけども塩酸は水の中に塩化水素ガスを溶かし込んでいるからこれって水と塩化水素の両方に分けてかけます。というわけで化合物が2個混ざっているっていうふうに考えてください。 ではこのの問題の1番を見ていきましょう次のうち混合物である物質を選べ4つ選択肢があって1番が石油2番がプロパン3番がシュウソ4番がドライアイスこの問題の正解は1番になりますでどのように判別するかというと混合物であるから1種類の物質でなくて2種類以上の物質から構成されているものを選びます。 実際石油というのはこれ中身を書いておくと石油といっても中には灯油やそれから軽油または重油のようなものがたくさん入っているんですねそれをまとめて石油というので一種類の物質じゃなくてたくさんの物質から構成されています一方のプロパンというのはプロパンガスとかっていいますけどこれは 化学式が C3H8 で書けますというわけでこれは化合物に分類されます一方、収素収素はハロゲンという分類で十七族に該当します BR2 って書きますのでこれは純物質の中の単体に属します次、ドライアイスこれに関してはドライアイスは二酸化炭素空気中にある CO2 の固体になります 個体がドライアイスでそれを放っておいて例えば水の中に入れたりすると気体になったりするので消化と言いますというわけで今回は複数からなっているこの石油一番が正解になります続いていきましょう括弧二番次のうち単体でないものこれを選ぶ問題になります答えは一番です一番のこの王道というのは 銅なんですけども、実際には合金でここはというと銅のほかに亜鉛が入っています。まあここまで覚えなくてもいいんですけども、銅だけでないってことは注意をしましょう。というわけで銅と亜鉛が混ざっているので合金ですね。銅と亜鉛の合金になります。二番の黒鉛に関してはもうこれ炭素でなっているから。 炭素の同素体と言って C だけで構成されています。白金はプラチナ Pt と書きます。これも一種類になります。そして四番のシャホイオワというとイオの中までイオの同素体っていうふうに言います。厳密に書けば S8 ですけど、まあここではね S としておきましょう。というわけで一種類なんで結果的にはこの一番が正解になります。じゃ続いて四番に行きましょう。 4番の括弧コ1番が同素体の問題になります。まず同素体とは同じ元素からなっている原子で、ただ互いに性質、融点だとか沸点、それから硬さ、電気を通すか通さないかってところが違う元素になります。二大用語に同位体というのがあるのでテキストで確認をしておいてください。で、この覚え方としては、硫黄、炭素、酸素、リンってふうに。 頭文字を取ると SCOP なのでスコップというふうに言われていますこの4つが大事なんで4つをちゃんと理解しておきましょうここで言うとまずイオンの中には斜方イオン単射イオンゴム状イオンがあります一番よく出るのは次で炭素炭素は鉛筆の芯などに使われる黒鉛これは電気を通しますで電気を通すんだけど脆い。えこういう特徴があります 一方のダイヤモンドダイヤモンドは電気を通さないところそれから硬いところこの違いが出るのでよく押さえておきましょうそして酸素に関してはオゾンと酸素がありますリンは石リンとオリンがありますオリンはなお空気中に置いておくと自然発火するのでそこも覚えておきましょうで今回の問題としては括弧1番では互いに同素体の関係にあるものを選ぶとそういう問題になります。 まずこの A に関しては一酸化炭素と二酸化炭素そもそもこれはどちらも単体ではなくて化合物になるんで同じ C とトをからなってますけど間違っています。B メタンとエタンはメタンは CH4 エタンは C2H6 と書くのでこれは間違っています。答えとしてはこの3番ですね黒鉛とダイヤモンドここをちゃんと分かっているかどうかをこの問題で問われています。そしててもう一個あって D は違うんですけれども E 酸素とオゾンも同素体の関係なんでここもちゃんと押さえておきましょうよって答えは C と E を選んだまる番が正解になります続いてカッコ番に行きますカッコ番では原子の構造に関する問いになりますここはしっかり押さえておきましょうヘリウムの原子の構造を見てみるとヘリウムっていうのは原子数が2個ですね陽子の数が2個あって 質量数が4の原子なんでこういうふういふに書きますでそれでヘリウムっていうのはじゃあ原子番号が2個だから陽子オレンジで書いた陽子が真ん中に2個あってそれから同じ数だけ電子も外側の周りを動いている電子ですねこれも2個あります。質量数がこの4っていう数で4から2を引いた22というのが中性子の数になります中性子は青で書いていてます。 今回の問題を見てみると1番の選択肢原子は中心にある原子核この陽子と中性子のところ中心部分をこれを原子核と言います原子核とその周りを運動する電子化になっているこの1番が正解になります続いて5番に行きます5番は溶液の問題になります1番は質量パーセント濃度これを求める問題になりますそもそも確認ですけど質量パーセント濃度とはこれは 溶液の質量分の溶質の質量に100倍したものでパーセントで表現します。大事なことはこの溶液というのは溶質プラス溶媒。ここで言うと硝酸カリウム25グラムと水100グラムの和が分母にきます。そして分子には硝酸カリウム25グラムが来るので一番の計算式としては質量パーセント濃度は100プラス25。 分子が25でかける倍ををしして答えを出しますで。この計算を行うと答えは20%このようになりますよくある間違いとしてこの溶液というのを溶媒と勘違いをして水 100g100g 分の 25g でやってしまって25%にする間違いが多いですえ注意をしましょう続いて括弧2番です括弧番をじゃあ 結晶が積出する問題でこれ再結晶ってふうに言うんですけども硝酸カリウムの結晶はじゃあどのような形をしているかこれ答えは4番です、まあ、少し覚える必要が、ね、あるかもしれませんが2番は小酸カリウムのの結晶はこれ針状,針状の結晶になります他に問われるのは食塩 NACl の場合はこれ1番のように 正六面体。サイコロ型になります。続いて括弧三番にいきます。三番は固体の溶解度を問う問題になります。このまとめておくと。溶解度で引かれるのは硝酸カリウム、それから食塩ですね。硝酸カリウムは温度を上げていくと溶解度が一気に上がっていく。そういうグラフになります。一方の食塩は。 温度度を上げてもさほど溶解度は増えていきません。今回考えた場合に硝酸カリウムを見ているので水温が高くなるほど溶ける量が多くなるこの1番が正解になります。